2022年の U15 キューバ代表20人中19人が亡命していた。全米記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が26日、キューバ出身の15歳の右腕ヨルダン・ロドリゲス投手が、この数時間のうちにキューバを去ったと報じた。2022年の U15 ワールドカップに出場した20人中19人が亡命。95% だと言及した。15歳が亡命って、残った一人も誘ってやれよ。亡命ロドリゲス・ギャリエルは元気にやってるんか？亡命にデメリットあるの？リリーフは2年1200万ドルついたらかなり良い方やからあんまいかんな。逆に言えば今年もイネロがスターターで無双したら3年あたり1000万ドルは楽に超える評価されるやろけど。15歳で行って大丈夫なんか。マイナー契約になるだけで契約もらえんわけでもないし、ワンダーフランコも16歳で契約自体はしてるし、去年やったかな、16歳の高橋っていうピッチャーがマーリンズと契約してる。それでもマシってことか。キューバ政府が MLB 球団一つ買い取って、そこに亡命組全員集めたらウィンウィンやろ。